兄貴、手はどうすか？医者が言うには全治3ヶ月だが、指が動かなくなったりする心配はないみてえだ。よかった。ところで、ミケ、アオ、よく監禁場所がわかったな。どうやって知ったんじゃ？私、鮫島のストーカーだからさ。大体のことは調べてる。怖っ。こいつは昔からこの調子だ。突然、鮫島がピンチって連絡してきてよ。アオッチなら協力してくれると思って。鮫島さんのチームって海産物ばっかだと思ったら違うんですね。鮫島。なんじゃ。痛い。この女はまさか彼女じゃないよね。違う。仕事で協力してもらってるだけじゃ。なんだ。よかった。もし彼女だったらしてたかも。アオさん、ミケさんって結構ヤバい人なんですか？猫かぶりのミケ、見た目に騙されたら痛い目に遭う。こいつは躊躇しない。笑いながら人を刺すことができるんだ。ミケにとっちゃケーキを切るのも人を刺すのも同じよ。あんまり褒めるなよ。照れるだろ。褒めてねえよ。シャチさんとマッコウさん、あの二人も昔の仲間って言ってましたけど。俺も気になりました。やっぱ気になっちゃうよね。まあ、あいつらは。それはわしから話すのが道理じゃな。長い話になるぞ。おい、旦那はどこ行った？知りません。ずっと帰ってきてないんです。チェッ、あのクズ。すみません。まあ、あんたには同情するよ。あのバカが借りてんのはうちだけじゃないだろ。借りた金は博打と酒と女か。ガキに服の一つも買ってやれってんだ。おいガキ、名前は？アキト。アキト、これやるから食え。お菓子？そんな、お金も返せないのにもらえません。うるせえ。俺はあんたにやったんじゃねえ。どうせパチンコで取った景品だ。捨てるのも面倒だから置いてくだけだ。すみません。また来るぜ。ねえおじさん。あ？ありがとう。あ？おう、親父は飲む打つ買うで借金ばかりしているどうしようもねえごくつぶし。わしが物心ついた時には家におらんかった。今となっては親父の顔も思い出さん。金を返さねえ奴はクズ。まったくその通り。わしにとっては借金取りの方がまともな大人に見えたもんじゃ。お袋は子供のわしを連れて借金取りから逃げるように各地を転々として暮らしとった。広島、岡山、鳥取、福岡や鹿児島に住んだこともある。わしの口癖はこの時の名残でな。いろんな方言が混ざるもんだから変な喋り方だと随分からかわれたもんじゃ。そのうちお袋は親父と離婚し借金取りに追われることはなくなった。しかし生活は大変だったんじゃろう。わしを親戚に預け夜食の仕事をしとった。初めて薫、シャチと会ったのはじいさんの家に行った時じゃ。父さん、久しぶり。このバカもんが。こんにちは。おお、アキトか。でかくなったの。誰？カオル、お前の。いとこよ。いとこ？そう、これから一緒に暮らすんだから、二人とも仲良くしてね。うん、おじいちゃん。いじめられることも多かったわしに、元ボクサーだったじいさんは、ボクシングの基礎を教えてくれた。おかげでわしをいじめる奴はおらんようになったわ。アキト、しっかり打て。はい。アキト兄ちゃん、いつまで練習してるの？遊ぼうよ。今日はここまでにしとくか。何して遊ぶ？サッカー。わしとシャチはすぐ本当の兄弟のような関係になった。いや、お互い本当の兄弟だと思っていたんじゃ。お前愛人の子なんだろ？うちの母ちゃんが言ってたぞ。違うよ。じゃあなんで父ちゃんいないんだよ。知らないよ。おい、カオル。あ、アキト兄ちゃん。ゆっぴ。お前、弟泣かしたら許さんぞ。愛人の子。わしはこの時まだその意味をよく分かっておらんかった。東京に行く？うん、
スナックを出さないかって話があって。アキトとカオルは連れて行くわ。お母さんが死んで父さん一人じゃカオルの面倒を見るのは大変でしょ。それに二人とも私の子供だもの。いとこ言うたのはお前じゃろが。赤ん坊のカオルを置いて行きおったくせに今さら母親面か。私にもあの子にも事情があるのよ。中学に上がるとき、おふくろは東京でスナックを始めた。わしとシャチは一緒に東京で暮らすことになった。まだやるか。ごめんなさい。決まったな、鮫島。今日から1年の頭はお前だ。じゃ、次は歓迎会だな。わしが入った中学は荒れに荒れた不良の巣窟。そこには上級生の不良が新入生同士を怠慢させるっちゅう伝統があった。学年のトップを決めて支配しやすくするという構図じゃ。上の門には絶対服従、下っ端はパシリや万引きをさせられ気晴らしに殴られる。まさに弱肉強食の世界よ。歓迎会はこんなもんか。俺たちに逆らおうなんて思うなよ。お前はうちの族に入れてやるからありがたく思え。好機使ってやっからよ。上下関係を叩き込むために行われるリンチ、大概のやつはこれでおとなしくなる。が、わしは違った。おらー、鮫島、てめえ卑怯だぞ。喧嘩に卑怯もクソもあるかボケ。こっちは一人でやっとんじゃ。ぐれお目に見ろや。わしは上級生の不良どもを一人ずつ的にかけていった。しかし上級生も黙ってはいねえ。毎日毎日やってはやられての繰り返しだったわ。アキト兄ちゃん大丈夫？カオル心配すんな。そのうち全員ぶっ倒してわしがてっぺんじゃ。僕も強くなるよ。そうか、一緒にボクシングやるか。うん。わしとカオルはじいさんに紹介してもらったボクシングジムに通い始めた。プロを目指すとかそんな気はさらさらない。いかに短時間で効率よく人間を壊すか。人を殴る技術の研鑽、喧嘩に勝つためだけの努力よ。まだ店開けとんのか。なんじゃ、彼氏か。ねえ、カオルには会わないの？まだその時期じゃない。でもあの子、父親が誰かも知らないなんてかわいそうで。私たちの子供だということは。なっ、カオルがお袋とあの男の子供？もちろん話してないわよ、約束通り。まだしばらくは秘密にしておいてくれ、スキャンダルになると困る。わかったわ。今月分の手当を振り込んでおくよ。いつもありがとう。さっきのおっさんがカオルの父親なんか。この店も、いや、これまでの生活費もあの男が援助していたんじゃな。聞いてたのね。わしの親父といい、あのおっさんといい、よくもまあクズ野郎とばかり付き合うもんよな。ねえアキト、お願いだからカオルには言わないで。ああ、言わん。だがあんたのためにじゃねえぞ、カオルのために言わんのじゃ。カオルが学校で愛人のことからかわれていた意味がわかった。男は金子馬博、当時は市議会議員じゃった。お袋は金子の愛人、カオルはお袋が愛人契約をしとった金子との子供、わしの異父兄弟だったんじゃ。お前が鮫島か。だったらなんじゃ。1年のくせに強いらしいな。こいつ2年か。てめえは怠慢希望か。味見させてくれよ。こりゃ勝てねえな。あ、やめたやめた。まだ終わっとらんぞ。あ、めんどくせえな。俺の負けでいい。なんじゃお前は。喧嘩を売ってきたのはてめえじゃろ。別に殺し合いたいわけじゃねえなあ。俺を仲間にしろ。はあ、あんなアホどもの脱世暴走族に入るのやだろ。あんた2年じゃろ。俺はほぐれもんだからいいんだよ。お前のチームに入れてくれ。チームなんかね、わしは一人じゃ。なら作ろうぜ鮫島。
お前と鶴見たいってやつは結構いる。仲間ができりゃ手出ししてくるやつはいなくなるぜ。そりゃいいな。よし、決まりだ。チーム名はお前が決めろ。あんた名前は深口海星。青でいい。深あんたもサメか。ならチーム名は決まりじゃ。教えろよ。シャーク。これがシャークの始まりじゃ。わしの代で怠慢の儀式は消滅。賊もいくつ潰したか覚えとらん。そのうち不良の中でも馴染めんような奴らがわしの周りに集まってきた。シャチもわしについて集会に顔を出すようになり、いつの間にかシャークの仲間入りじゃ。中でもマッコーとは気があったようで、いつもつるんだったな。天気はわしが17歳の時じゃった。アクション、大変だ。どうした？お前のおふくろさんの店が襲われた。なんじゃと。この頃からシャークは用心棒の真似事をやっとった。おふくろのスナックのツテを使ってな、シャークと縄張り争いしていた敵対チームが腹いせにおふくろの店を襲ったんじゃ。店はめちゃくちゃ。抵抗したおふくろは殴られ、意識不明の重体。ああひどいな。これは金を出したのは私だぞ。まったくどうしてくれるんだ。あんたは市議会議員の金子派閥カオルの父親だ。知ってるんだろ。ああ。カオルは知っているのか。いや、あいつには話してない。それはよかった。よかった。最後の施しだ。アキコ、君とカオルの母親の治療費は出してやる。だが今後一切私に関わってくれるな。カオルは捨てる。どういう意味だ。今度私は国政に出馬する。公になっていない子供とはいえ、半グレが身内じゃ困るんだよ。大臣の子でもカオルはあんたの息子じゃろうが。これからは違う。兄貴、どういうことだよ。カオル、俺がそいつの息子。母さん、アキコおばさんが本当の母さん。じゃあ俺と兄貴はいとこじゃなくて本当の。カオル、これは。兄貴は知ってたのか。ずっと知ってて黙ってたのかよ。答えろ。私の用は済んだ。帰らせてもらうよ。てめえのせいで俺はずっと。マコ、あいつを抑えろ。ノーよ。おい、なんだ、何をする。カオル、やめろ。俺に父親なんか必要ない。お前、兄貴はずっと知ってたのか。知ってて黙ってたのかよ。なんとか言えよ、アキト。お前には話さん方がいいと。知らなかったのは俺だけか。すまん。話せ、自分で歩くわ。おとなしくしなさい。兄貴、燃焼から出たらゆっくり話そうぜ。カオル、シャチとマッコーは逮捕され少年院に入った。幸か不幸か、シャチの父親金子馬博は一命を取り留め、この件が公になることはなかった。あの、お母さんは。意識も戻って無事退院。またスナックをやり始めたわ。よかったですね。ああ、一年後にはぽっくり死んじまったかな。長年夜食をやって酒ばっか飲んどったからの、体がイカれてたんじゃろう。あの世に逃げられちゃどうしようもねえわ。そしてわしのところに再びあの男が現れたんじゃ。アキト君、君に話があってきた。あんた、どの面下げて。私は死にかけて考えを改めたよ。スペアは必要だ。カオルを一族として迎え入れる。どういう了見じゃ。恥ずかしい話だが、私の息子本妻の子供は出来が悪い。度胸も器量も地盤を継ぐには役不足。私は思ったんだ。少年院上がりの元不良が更生して政治の道を進む。是非はともかく話題性は十分。そして不良少年を支援する政治家、大衆が好む美談だと思わないか。貴様、カオルを利用する気か。そう睨むな。これはカオルにとっても悪い話じゃない。半グレだかなんだか知らんが、このまま犯罪者になるのがオチだ。
しかし私の後ろ盾があればあいつの将来は安泰だ。どっちがあいつにとって幸せか考えてみるといい。ただこの話には一つだけ条件がある。条件？今日の切り取り分じゃ。おう、ご苦労。じゃあな、こりゃ独り言なんだが、ああサソリが近々歌舞伎町近辺を縄張りにする半グレ集団の九州合併に乗り出す。指揮を取るのは血も涙もない悪魔のような男だ。九州合併といや聞こえはいいが、従わなければ戦争か。いや、一方的な蹂躙だ。すでにクローやゴブリン、他にもいくつかのチームが傘下に入っている。軍門に下るか潰されるか。シャークはどう動く？全員うちで面倒見てもいいんだぜ。シャークにはおとなしく人の下につくようなやつはおらん。仲間でも気に食わねえ、機嫌が悪いで殴り合うのは日常茶飯事。頭のお前が決めりゃいいだろう。はっ、怠慢で決めた頭じゃ。素直に従うなら苦労しとらん。単刀直入に言う。うちに来い、鮫島。俺はお前の仕事ぶりを気に入ってんだ。無理じゃ、わしだけ動くわけには。なあ鮫島、お前はどうしたいんだ？自分の道を決めるのは自分じゃねえのか？わしは。集まったのはお前らだけか。もともと喧嘩上等のはぐれ者が群れてただけだからな。もう用なしってことでしょ。連絡した通りシャークは解散する。おら構わねえよ、チームを抜けるつもりだったからな。私もいいよ、鮫島が好きだからシャークにいるだけだし。他のガサツな男どもを見てるとたまに本気で殺したくなるしね。来ないやつらも異論はねえってことだろ。アキトはどうすんだ？わしは筋を通す。ニコニコ金融の切り取り屋か？一緒に来るやつがいるなら。いないと思うよ、シャーク以外じゃやってけない。行かれてるやつしかいないもん。そうじゃな。ところでシャチとマッコウは？あいつらね。あの二人はシャークしか居場所がねえって思ってっからな。あいつらを連れて行く気はねえ。そうは言ってもお前な、年少出たらチームがありませんでしたって笑えねえだろ。相当恨まれるぞ。みんなガキじゃねえんだ。それにもうおもり役は終わりよ。ただ一つだけ条件がある。なんじゃ？アキト君、君には今後一切カオルに関わらないという約束をしてもらいたい。なんだと？カオルは君を慕っている。君がそばにいる限り裏社会から抜けることはないだろう。分かってくれないか？弟を切れちゃうんか。アキコの店が襲われたのは君がヤクザの真似事をしてたせいらしいな。あの店の出資者は私だ。君に賠償額が払えるか？てめえ。君がおとなしく身を引くならみんな幸せになると思うんだがね。本当にカオルのためなんだな。そうだ。わかった。君は賢いな、助かるよ。ただし二度とカオルを裏切るなよ。もし裏切った時はわしがあんたを殺しに行く。シャチ、久しぶりだな。マッコ、迎えはお前だけか？シャークは解散した。やっぱりシャークが解散したって噂は本当だったのか？なあ、俺らが年少に入ってる間にな。兄貴は？なってね。そうかそうか、オーケーオーケー。サメジバ、どこまで俺をコケにするつもりだよ。あいつは必ず殺す。カオルさん、お父様がお待ちです。あのバカはまだ刺されたりねえのか。こう考えては、お父様の後ろ盾があれば何かと便利ですよ。お互い利用価値があるってことか。清濁合わせ飲むのが政治家でございます。乗ってやるよ。マッコ、行くぞ。おもしゃくなってきたな。わしとシャチは決別。やつらが少年院を出た後どうなったのかわしにはわからん。数年経って突然始末屋を始めたのは、裏社会で力をつけ自分たちの居場所を奪ったわしにいつか復讐するためだろうな。そんな悲しいことって
サメ島さんが悪いわけじゃ。いや、これはわしの子をいつか向き合う時が来ると思っとった。それが今なんじゃ。兄貴、可愛い弟ちゃんと戦える？兄弟喧嘩なんて甘いもんじゃない。向こうは殺す気で来るよ。上等。道を外した下道なら、たとえ弟相手でもわしは地獄の鬼になる。それが鮫島明人の信念よ。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。